おー、綺麗な朝焼けですね。おー、綺麗ですね。おー、左側の川が綺麗ですね。おー、綺麗な夕焼けですね。はい、出発します。ちょっとね、出にくいところにね、トラックに止まられちゃってるんで、出せるかな。頭振って引っ張りたいんだけど、いけるか。いけたね、よし。はい、今10時間リセットを終えて再び走り出しました。このお荷物は今からオレゴン州ボイスというところに届けるお荷物です。ここからお客様まではだいたい6時間ぐらいですね。現在の時刻は朝の2時50分、だから8時ぐらいにもう着いちゃうんですが、お届けは夜の9時なのでちょっと早すぎちゃうから、またその辺でね、どこか休みを入れて、それからお客さんにお届けしたいと思います。そこのお客さんはね、もうまあ、全国全米にあるお客さんなんですけど、ステージングしなきゃいけないんですよ。お客さんのところでチェックインしてからドアが割り振られるまでね、結構待たされるお客さんなんで、朝ね、もしお客さんの近くに到着したら、もう10時間リセット取れるなら10時間リセット取って、それからお客さんのところ行ったろうかなと思うぐらい、前回はね7時間半待たされたんで、まあ今回もそれくらい待たされると想定して、時間はたっぷり戻してから行きたいなというふうに思っております。昨日はあのレストエリアで宿泊したので、シャワーは浴びれてませんから、どこかでねラブズでまたシャワー浴びながら行こうかなと思います。まずはどっかでね、ちょっとコーヒーかなんかを調達したい、そんな感じです。あ、場所はね、場所は今ユタ州のなんてとこだ、これコールビル、 C-O-A-L ビル、 B-I-L-L-E、 ユタ州です。はい、アイダホのサインが出てきました。アイダホ州に入ります。ユタ州からアイダホ州に入りました。ただいまの時刻4時50分です。ユタ州からアイダホ州に入りました。はい、ウェイステーション出てきます。クローズドと書いてありますね。ということで通過します。ただいまの時刻は5時40分ですね。はい、ただいま朝6時56分です。7時前ですね。だいぶ空が明るくなりました。この次の141番の出口で出てラブズに行きます。ここはね、会社が給油ポイントに設定しているラブズです。まあ、まだあるっちゃあるんですけどね、一応。 Now keep right to take exit 141。 トラックのディーゼルとリーファーのディーゼルと2つ入れたいと思います。まあ、あとはね、ちょっと飲み物をゲットしていこうかな。もうここからね、お客さんのところまでは1時間半ぐらいなんですよね。よいしょ。はい、ストップサイン止まります。ピタッと。よいしょ。あのね、シャワーを昨日浴びれてないから、このラブズにもし駐車場が空いてたら、その後止めてシャワーを浴びたいなと思ってるんですけどね。めっちゃ空いてるなと思ったけど、こっちは RV ですね。普通にトラック、あ、トラックが RV 引っ張ってる場合もあるんだ。
エンターって書いてあるよね。あ、向こう側からも行けるようだね。よいしょ。ここも新しいですね。ここは前に来たね、多分。よいしょ。あ、でもちらほら空いてるね。空いてるね。あ、いいね、いいね。シャワー浴びよう。給油は？給油も空いてるね。空いてるね。いいね。やるね。めっちゃ駐車場空いてるぞ。シャワーは混み合ってんのかな。お客さんから1時間半ならここで10時間リセットでもいいんだけどな。まあいいや、ちょっと考えよう。よし、オフデューティー、オフデューティー。よし、あ、違う、オフじゃないじゃん、オンだよ。何やってんだよ。オンデューティーでフューエルだ、フューエル。そうなんですよ、給油のステータスはオンデューティーなんです。はい、給油を終わらせました。これでね、もうちょっとどこかに止めてシャワーに行きましょう。いっぱい空いてるからどこでもいいね。本当にどこでもいいよね。ここにしようかな。じゃあシャワーを浴びに行きましょう。はい、今からシャワーを浴びに行きます。 B さんですけどね、めっちゃ寒いよここ。今ね、朝の7時20分で48度しかない。カシでなんで B さん履いてるかというとですね、ビーチサンダルのままシャワーブースに入ります。じゃないとね、とんでもなく汚い時があるんで。綺麗だね、ここは。おお、綺麗な朝焼けですね。今シャワーを浴びてきました。いや、さっぱりしましたけどね、お湯がいまいちあったかくなくてね、寒い寒い。今も風が冷たいから寒いです。洗濯もしてきました。はい、ということで次に進みましょう。はい、出発します。シャワーを浴びてさっぱりしまして、いい感じなんですけど、
駐車場もいっぱい空いてるしね。ここで配達まで待機というのでもいいんですけど、お客さんの近くにちょっと大きめのトラックストップがありそう。ちょっとラブズとかそういうのじゃないみたいだけど、140何台止めれるって書いてあるから、まあでもね、この140何台ってもう普通車含めなんだよね。だから分かんないんだけどね、実際トラックが何台いけるか。でも衛星写真で見ても結構止められそうな感じはするから、そこまで行けちゃうとお客さんのとこまではね10分ぐらいなんですよ。まあ10分か15分ですね。だからちょっとトライしてみようかなと思います。ここからだいたい1時間半ぐらいですね。で今が朝7時50分なので、1時間半経つと9時20分でしょ。10時間リセットしても19時20分でしょ、うん、夜9時のお届けですからね、21時。だからここからそこまで行ってリセットできちゃうから、もしお客さんのところでまた7時間とか8時間とか待たされたとしても、その次に動ける状況で待機できる、そういう感じにしたいと思います。さっきマネージャーからね連絡があって、多分次の仕事が入りそうだっていうことだったんで、できるだけリセットして時間を戻した状況で手間のかかるお客さんのところに行こうと、そういう段取りです。おー綺麗ですね。いいね。ここら辺はアイダホ州ブリス、 BLISS ブリスという町ですね。ちょうど水まいてんだね、スプリンクラーで。綺麗ですね。水まいてる畑は緑色だけど、まいてないところは茶色になるっていうね、はっきりしてますね、乾燥地帯は。まあアイダホ州そこまで乾燥してないか。いやーのどかですね。あ、黄色い花が左側咲いてますね。ちっちゃいひまわり、なんだっけ、サンタビリア、そんな名前だった気がする。あーまた覚えられない。いやーいいですね。さあここからもう少しだけ、もう少しだって1時間半ですけどね、南に向かいたいと思う、あ南じゃねえ間違えた、西に向かいたいと思います。そのトラックストップが開いてなかったらどうするかってことですけどね、まあそれはその時考えましょう。それにしても涼しい朝ですね。びっくりしちゃいましたね。シャワーのためにねビーチサンダル履きましたけど、パーカー羽織って行きましたよ。これから冬が来るのか。俺チェーンの仕方知らないぞ。ちょっと練習しなきゃダメだな。この日常の業務の中にそういう時間があんのかね。俺でも昔普通のミニバンで滑ったことがあるから、もうちょっとトラウマなんだよね雪道。怖いな冬は。あ、うちの会社は多分ないんだけどね、他の会社で例えば雪道を走るとなんか手当が出るとかね、そういう会社あるんですよね。それとかも会社のポリシーとして、もうチェーン巻かなきゃいけないような状況になったらもう走らなくていいとかね。まあそれ以外のちょっとベネフィットも計算しなきゃいけないけど、ちょっと冬は考えなきゃいけないですね。
僕らセントパーマイルって言ってマイル単価でお給料が支払われるんですけど、僕はまあ今48セントもらってるんですね。47から48になったんですけど、だけど雪道走るとスピードが出せないからその単価を上げますよという会社とかがあったりしますよね。まあ、あとはもう雪っていう、もうそういう天気予報になっただけでその日のお給料が少しアップするとか、もう全然雪降らない地域だけ走ってんだったら全然いいんですけどね、山行くとなったらちょっとね、ゴートさんとかに聞いてみたいですよね。カナダで雪走ってるでしょうからね。コロラド州とかはもう9月1日からチェーン規制やるかもとか言って発表してましたから、まだ雪はないでしょうけど、もう9月でもうあと1週間ぐらいですよ。恐ろしいな。もうてかこの動画が公開される頃はもしかしたらもう9月になってるかもしれない。どうなることやら。おー、右側の川すごいね。冷たいんだろうなあの水いつも車からさ水の温度なんか気にしてないけどさ、もう今なんか寒い思いしてきたからさ、ひんやりしてんだろうなあって思っちゃったな今の水を見て。うわー綺麗だね。もう遠くに見えてる山々もね、え面白いよねこれね。本当にいつ見ても表面がスパーンって切られたみたいなね、真っ平らの岩が。おー左側の川が綺麗ですね。これは何リバーだろうね。ちょうど朝日が当たってキラキラしてますね。お、これあれじゃん、スネークリバー出ました。スネークリバーこのチャンネルではもうおなじみのスネークリバー。いやー美しい。はい、ウェイステーションが出てきます。ここにカメラとスケールがありますね。何も表示されないね。あ、クローズドって書いてありますね。ウェイステーションクローズドです。通過します。この先レストエリアが出てきますのでちょっとそこに立ち寄ります。特にね寄る用事がなかったんでそのまま目指してるトラックストップに行こうと思ってたんですけど、さっきからねちょっと会社からたくさんメッセージが届いてるんで、ちょっと運転中はねちょっと携帯開けられないんで、携帯つかメッセージね、携帯開けられないって言ったらガラケー使ってんのかと思われるよね。違います違います、メッセージ開けないから今ちょっとレストエリアに行って、確認しようと思います。ここもすごい芝生が整備してあって綺麗ですね。こういうのワンちゃん連れてる人はワンちゃん喜んじゃうね。ちょっとここに停めてメッセージを確認したいと思います。今会社のメッセージを確認しました。ちょっとねよくわかんないスケジュールがされてて
なんか次のお仕事が入ってたんですけど、今日の午後3時にライブロードでピックアップとか言って今配達してんの夜9時のお届けだけどつって、これからね配達に行くお客さんは結構時間にうるさくて、早く行くとねキックアウトされちゃうお客さんなんで、まあ動画内でもね話しましたけど、時間通りに行っても敷地の中で 1,2 時間待たせて、それからドアにつけさせるみたいなね、結構だから混み合ってるってことなんですよ、それだけね配達が。だからそんなことできんのっつって夜9時の配達を早めに行って3時に他のお客さんに行くなんてできるのって言ったら、あちょっと時間間違えたかもって言って訂正してくれてましたけど、多分3時の配達が遅くなって明日になるか、それかまあ違う、全然違うお仕事を入れてもらうか、そんな感じになると思いますが、いやー綺麗ですねここね、芝生本当に。やっぱり茶色い景色が多かったから芝生を見るとほっとしますね。綺麗ですね。これでも葉っぱが黄色くなってるのかな、これって紅葉する葉っぱかな、ね、もう秋が近づいてきてる感じがちょっとあるかも。それでね、だから結局今日の配達は夜9時なんで、そこからライブアンロードだから、まあ日付が変わるぐらいまでは少なくともお客さんのところに滞在するはずなんで、多分もう明日のピックアップのお仕事しか入んないと思うんですよね。ちょっとマネージャーさん勘違いだと思います。でここからお客さんまでは8分なんで、もうすぐ着いちゃうとこなんですよ。だからもうこれより近いトラックストップに本当は行こうと思ってましたけど、もうこここんなに空いてるから、ここで夜までね、滞在して、夜9時の配達に間に合わせたいというふうに思います。はい、出発します。おー綺麗な夕焼けですね。ちょうどこのねお客さんの近くのレストエリアで10時間リセットしました。ここからね10分ぐらい離れたお客さんのところに配達に行きます。ただいまの時刻は午後8時30分、リセット明けなので今プリトリップ点検をして出発してます。あー本当に綺麗ですね。ここはアイダホ州のボイスかそういうシティのお客さんに行きます。お届けのアポイントメントは9時ですが、まあねよく待たされるお客さんなんで、そうね日付が変わるまでに荷下ろしが終わればいいかなという感じですね。でここから30分ぐらい離れた町の、ところに次のお客さんがあって、朝の6時にピックアップになりましたので、またどこかで時間をね潰して朝6時のピックアップに向かわなきゃいけないんですけど、おおおとっちゃんノーヘルメットでサミーベア、今日なんかね、あそうそう、だから今日は寝床が見つかるかどうかがね、そんな夜中に荷下ろし終わったってどこ止めていいのやらって感じになりますけど、ちょっとその辺をもうそれなら朝の6時まで荷下ろししててくれていいんだけどギリギリまで荷下ろししててくれた方が寝床探しに困らないね。はい、ここで降ります。下り坂だぞ。スローダウン、スローダウン、スローダウン。いや、今日は綺麗な夕焼けが見れましたね。
今日はね、朝のうちにもうラブズでシャワー浴びましたし、今のレストエリアもね涼しかったんで全然汗かかずに、アイドリングもほとんどせずに過ごせましたので、これ何？お左ですよね。はい、ストップサイン止まります。ピタッと。あそこに今ね、真正面っていうか右側に見えてるのがトラックストップですね。最初、一番最初に行こうとしてたトラックストップですね。そこが夜中に戻ってきて空いてればな、止めたいけど。どれくらいの広さなんだろう。おお、ここか、右側。おっきそうですけどね。まだ何台か空いてそうですね。まあでも埋まっちゃうわな。待っちゃうわなということで、ぼちぼちお客さんに到着しますので、また後ほど。うわー、綺麗だね。いや、今日はいい夕焼けが見れましたね。よかったですね。入ったところに10台ぐらいステージする場所があったから、そこで待たされるのかなと思ったら、もうセキュリティでドアの番号を割り振られて、もう止められちゃいました。ほんで今チェックインも済ましてきました。まだね、信号はグリーンですけど、これが赤くなったら始まります。もしかしたらめちゃくちゃ早く終わりそうな気がするな。1時間ぐらいで終わっちゃうかもしれないぞ。はい、お客さんのところを出てきました。ただいまの時刻、朝4時48分です。昨日の夜の8時半には着いてましたから、何分いたんだ、8時間15分。お客さんのところに8時間15分いました、ライブアンロード時間かかりましたね。なんかステージングのところに行かされなくて、すぐにドックの番号割り振られたから、あ、こりゃ早いぞと思ったら、やっぱりここのお客さんは遅いですねいつも7、8時間かかるんですよね。はい、ストップサインです。止まります。ピタッと。さあ、それでですね、今朝4時50分ですから、さあ寝床を探さなきゃいけないというかね、寝床も何も、もう6時からお客さんのとこ行かなきゃいけないんですけど、ちょっと休みたいですよね。ちょっとすぐそこにトラックストップがあるんで、空いてればそこに止めて6時まで待機したい。1時間ぐらいですかね。一応今お客さんのところを出るときに、もうトレーラーの中は掃除してきました。まあ真っ暗なんでね、動画には撮りませんでしたけど、今運んでたお荷物がね、お肉だったんですよ。
だからそういうなんか血のドリップとかがないかなみたいなのをチェックしながら、クリーンアップしました。このままお客さんのところに行けるんですけど、まだちょっと早いですよね。ここから30分ぐらいなんですよ。でちょっと早いんで1時間まで行かないけど 3,40 分泊まって待機したいですよね。駐車場はまっすぐ行ったら行けるのかな。あ、行ける。空いてるかな。あれ空いてる、空いてるね。開いてるね。もう開いてますね。あそこの明るいとこ行く。よし、ここで待機します。